はい、こんにちは、ブルーホースです。ムジラの亀、続きやっていきましょう。何やらド派手なお姫様が出てきたことでございますが、こいつを一体どうしてしまおうかということで、タコチューするから、チューするね、あなた誰なのって。ブルーホース様です。はじめまして、私デク姫のおデクコックのお姫様です。あなたもしかしてあのおさるさんってのもあると私助けてきてくれたのでしょ。そうでしょ、だってあなたの体からあのお猿さんの匂いがかすかにしますもの。お花がないけどね、あなた。あ、花どこにあるんだ、口で吸ってんのか。そうですか、あのお猿さんに無事だったのですね、よかったです。わー、マジ感激感謝、感激、雨あれ、ふぅ。さあ帰りましょう、私の帰りが遅いので心配しろ。お父様、あのお猿さんを誘拐やって間違えてまさかお仕置きでもしてるんじゃないかと心配ですよ。え、まさかマジ本当にお父様そんなことを。お父様つなげた。とにかく時間ないです。ブルー様、あなたたちを何かに入れてデクナツまで運んでください。よう入るよな、この中に。なんだろうな、あの水分を全部抜き取って、カラッカラに乾燥させたからそこまでチビになったとか、そういうオチなのかな。まあいいでしょう。で、ここに戻ってきたんですが、ちょっと待ってね。一旦ちょっともう一回、メインストーリーを進めていく前に、デクの、ウッドホール、オッケー。チャラチャー、チャラチャー、チャチャチャカ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 。まあ、いろいろとやっていきたいというふうに思います。で、このパーク終わっね、多分ね、一旦メインストーリーじゃないや、なんだっけ、終わりにするっていうか、その、また、次回から、綺麗に、まとめていきたいと思います。あれ、ちょっと待って、なんか、ここにいた敵がいなくなってる。へぇ。平和になったから、魔物たちもいなくなったってことなのかね。いや、素晴らしいじゃないですか。ということで、ここにいた魔物たちはでも復活してるよね。なんだ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 。我が亡きがらを持つ者に。我と合間名詞かの地に戻れ。え？あー、もう一回戦おうぜベイベーってこと？やだよ、めんどくせえよ。お前爆死したじゃん、だって前回。まさかの爆死でびっくりしてんだから、こっちは。じゃあここにいる？ちょっと蜂が出てきちゃう？あ、違うな。ただのあれか。ちなみにこっちは一旦経由した方がいい？あ、いや、直接行けるな。ふい、ふい。オッケー。危ない危ない危ない。なあ、下になんかジュ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 言ってるやつがいる。なごめんなさいね。本来裏でやっておくようなことがあるのかもしんないけど、まあ、もしかしてこれを見てね、自分もムジラの仮面やってみたいですわーっていう方がいた場合にですね、まあなんか一緒にやっていくのもいいのかなと思うので、一個一個ちょっと、妖精さんを集めなきゃいけないっていう旅を一緒にやっていこうかと思いますんですが、あいつはどうやってしばいたらいいんだ？あ、やべやべ。OKOKOK。で、とりあえず弓矢で、無理だね。あれ？こいつどうやって縛いたらいいの？刺さるよね、多分ね。無理だよね。だよね。どっから縛いたらいい、こいつ。すげえ、カゴン、カゴン言うてるけど。ドン、ドン、ドン、キーゴン、イエーイ。無理じゃね？こっか。あ、いけるね。よーし。あ、ちょ、あー、いけた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 。いけたんだけど。あ、うち、行き過ぎ、行き過ぎ、新作。行き過ぎ、新作。潜らなきゃ取れないと。おめ、体力どうなってんの？てか、体力ってか、呼吸器官大丈夫？これで10匹目、じゃないです。ごめんなさい、10人目です。脱出できません。あと5人ですね。はい。5人を捕まえる旅に出かけていきましょう。
ちょっと待ってね。こっち、とりあえず登っていくか。あの壺の中とかいないのかな。本当は大妖精の お面があれば一番楽勝なんだけど、ないね。あまあ、さすがの浄化されたあれだからすごい楽だね。さっきみたい、すごい、キクッ、キチッってならなくて済むからね。でちなみに、なんか僕のマイクの、性能が、出てきた。出てきた。わー、僕のマイクの性能が悪すぎるのか、なんか何オクターブか高い声を出すと全く声が出なくなるっていう、いや、声が出なくなるというか、マイクが声を拾ってくれなくなるっていうところがあるので、さっきね、裏声で思いっきり叫んでたんですけど、多分ね、声拾ってなかったと思うから、急に謎のあの黙る瞬間が出てくるっていうところは、ぜひお許しください。まあ、そういうことなんでございます。こっちはあれかな、もしかしたら、ハチちゃんが出てくるかな。ピッ。うわ、ですよね、こいつ、なんだっけ、キラー B だっけ、ジャイアント B、なんてこともたち、力で倒せない人間の好きにしたら、おめえさ、これ、そういう言い方はさ、おめえ、仲直りしたけど、お前、もう一回やらせて、許さないでやっかんな、この野郎。なんでもかんでも私に聞かないって言うけどさ、このゲーム初めてのプレイヤーだったらさ、マジでキラー B ってなんだって、キラー B じゃねえ、ジャイアント B って、どうやって倒したらいいんだって、わかんなくなるじゃん、そんなのさ。急にくれえな、おい。くれえぞ、すっげえ。ほら、ワクワクすっぞ、ドーン。これはどっかにいんのかな。はいはい、早く捕まえに行って。よいしょ。もう一匹は。はい。ほい。ここはどっかいるのかな。それっぽいの見当たらないよね。これ降りたら、落ちたらどうなるんだろう。あの、一階のあそこに落ちるってだけかな？あれも特にないもんね。よし、じゃあ落ちるか。おお、直接落ちちゃったよ。あ、で、こいつらあれか、毒沼じゃないと食っていけねえから。危ない危ない。来た鈴木。こっちは？じゃあこっち来たとこだ。じゃあこっちは用済みで、用済み新作。うまいな、上手だな、早いな。あのツボツボの中に1匹くらいいたりして、でもツボの中にいるとそんなことあるのかな。よいしょ、まあいいや、でもとりあえず何でも試すしかないよね。短っ。あ、いたやっぱりいた。12人目、あと3人。じゃあこっち行ってみようか。ジュオン。あばばば、あらば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 ら。すげえ、もじもじしてる。あ、そうだ、あそこか。ほっ、あちゃ。オッケー。で、これで13人目。あと2人。あと2人なんだけど。あれ、これ？あれ、もう一回刺さなきゃいけない。あー、そういうことか。この奥は何だったっけ？あれ、中ボスか。ってことは、こっち刺しておきましょう。おめめパッツリ、耳パッツリ。登っていきます。ズズズズズズ。よいしょ。発射！あ、ちょ。オッケー。くるくる。で、こっち。その、登った瞬間の音、ズーンとかそういうのがないからね。とりあえず、あれでも、デク姫別に戻、あおデク姫とか戻さなくてもなんかね、一応次に進めるっちゃさ、ああ、カエルめっちゃ待ってくれてる、Welcome to Raccoon City みたいな状態になってんじゃん。あ、ちょ、回りすぎ、くる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 する。で、あ、なんで、
あれか、あれだよね、空気を抜いて真空状態にならないと発射できませんみたいな、そういうオチなのか。よし。で、こっち進んでいき、新作で、こっちはなんだっけ？ダイナフォスでした。おしまいです。あれ？じゃあ、あと3匹だっけ？ちょっと待ってね。ちょっち待ってね。これはだってあれだもんね。上登りすぎ新作の、そうだね、ここだよね。ここは特にだって何もないはずだから。いやー、やっぱ大妖精のお面必要になってくるような、こうなるとな。大妖精のお面って、あれなんですよ。小さいさ、奴らおるやん。小さい奴らを捕まえるだけじゃなくって、その部屋にいるかどうかっていうところまでも教えてくれるっていう仕組みなんですよね。ちょっと待って、意外と神殿が、ちょっと待って。こっち側もなんかあるぞ。そうなると、こっち側も何かがあるのかな？いってえな。あ、違うな。これ登るため？あー、いたこんな近くにいたのか。ごめんなさい、妖精ちゃん。よし、これであと2匹。違う、あと1匹だ。ラスト1匹。よし。あ、ラスト1匹いたー。ありがとうございまーす。やったー。群れ妖精全員捕まえたー。同じ色の仲間のところに早く連れてってやろうよー。どこ、あ、じゃあ、よいしょ。あ、どうしようかな。よいしょ。ここまで来たらなんかね、逆にね、もう一回踊る輪を倒した方が早いかもしれない。でも踊る輪ってでも一回の世界線だけなのかな、そんな気がするよね。すげえジュクジュクいってる。ほい。あ、じゃ、でも別に、あ、いや、高さ的にそう、うん？だよな。よいしょ、OK、チャピーン。チャプリーン、ペケペケペン、ハーフキャッチプリキュー、あ、ちょ、危ない、危ない、あ、ちょ、突如操作できなくなる事態が起こるんだよな。6のコントローラーとかでしょ、ありえないんだ。やっぱあれだよな、ワイヤレスと繋がってるかどうかの違いって結構大きいのかなって思ったりするよね。あれ、ちょっと待ってね、このままだと多分やられちゃうから。なんかすげえさ、ドラゴンフライがこっちのこと威嚇してない？やっぱ気づいてたよね、お前。あー、壁という、あ、違う、別にいいんだ、壁に阻まれて、ほい、ペケン。まあ、一つ目の神殿はなんとかサクッと言ってたね。あのね、もう本当にね、水の神殿の時も言ったけどさ、水系はマジでね、きつすぎ新作だからな。何でも新作ってつけてればいいかなって思ってるんだけど、ね、よいしょ。で、くるくる。ポン。ズチュ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 ズチュ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 ズチュ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 ズチュ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 。そして、くるくる。ファイヤー、うずちゅ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 。さあ、踊るは再戦ではないね。よかったよかった。もし再戦だったとしたらな、何してんのって。ああ、ここに行ったらあれなんだ、あの、ね、仮面解除されるんだね。やばいやばい、リンクの顔がなんかもう行っちゃってたけど、うわーって、ただいまーっと。じゃあ行きましょうか。これ沼チーカラーよりもグレートベイじゃないや、なんだっけ、グレート、じゃあ何してんの。なぜ今弓を放った。どこに、あ、どこに行くのが正解だ、わかんない。あれ、とりあえずあれだよ、宝箱だもんね。あっちか。ってことは、あ、普通に
あ、オッケーオッケーオッケー。で、これで一旦裏まで飛んでいって、まあ、普通に行くよりも多分こっちの方が早いはずだから。間違えた間違えた。なんで？音楽間違えちゃった。キャーテヘペロ。いや、普通に恥ずかしいし、ダッスよな。ウッドフォール。オッケー。パパ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 ズッチュッズッチュッズッチュッ、オッケー。で、よいしょ。ズッチュ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 ックリオネみたいなやつらがさ、なんでこんな急にケバくなっちゃうのよって。お尻が割れ目、綺麗でしょ。たくましき若者よ、私は力の代表性、バラバラの体を戻してくれてありがとう。俺にあなたの剣の技を授けてあげる。まあ別にね、このこいつは拾っても拾わなくてもどっちでもよかったんだけど、まあなんかやっぱりね、拾ってた方がいいのかなと思った新作なんで。ちゃんちゃんちゃん、ドゥル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 、あ、めっちゃみなぎってきてるわ。大回転切りを覚えた。 B で気合を止めれば、ただし魔力が違う。気合を尋ねにやりたいときは1回転 B クイクイ。疲れたときはいつもいらっしゃい。もうマジで疲れてるんですよ。リンクじゃなくて俺を癒してほしいわね。え、前回パートだったか前々回パートだったか忘れたけどさ、本当にもうおっさんになってくるとさ、もう俺も32とかなんだけどさ、そうなると、あれ、こっちか。そう、あのね、マジでね、一日の疲れがなんかさ、そのなんか3日くらいでも回復しないみたいな。で、結局その疲れが蓄積されていくから、ずーっとその慢性疲労みたいな状態になってるんですよね。まあ、それってでも結局なんかこう、例えばこう僕がさ、こう今その YouTube がまあ楽しくて、 YouTube と筋トレが大好きでやってるから、 YouTube とか筋トレとかの疲れでなんかしんどくなるみたいなことはまあごくごく稀というか、まあ基本的にはないザンスなの。あれ、ここから登れたの普通に。あ、登れたんだ、ここから。じゃ全然近道行く必要、あれ、もしかしてそれともあれかな、毒なんで潜った、毒のあれなのかな、影響でツタが生えませんでしたみたいな、そういうオチになってたりするのかな。まあ、ちょっとよくわかんないけど、とりあえずこっち行きましょう。プッタコス、ドンタコス、ノードンタコス、プッ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 プ。どうしようかな、ウサギの仮面を手に入れてからかな、羊との鬼の競争は。じゃないと多分間に合わなくなるよね。なんてことひょ、ウルフォース山。お仕置き、お仕置き。あちあち、やめてくれよ。おいらにこんなことしたって姫は戻ってこないってなんて言ってるのからだよ。え？死んだ猿。あちあち、やめてくれよ。おいらにこんなことして。あ、ちょっと待って、ちょっと。えぐい、ぐらい。何回？え、ちょっと、だって、煮えたぎってるやん。何度でも猿は死ぬってか？うわ、こいつらマジでボコボコの刑にしなあかん。はい、登って。さあ、姫様、ボコボコタイムです。こいつら全員フルボッコにしてやってください。姫！だって、なんで葉っぱ大会、どんなところに、あれでも、チンチン隠してないんだろうって、これ、そのサイズでいけるんだな、おめえ。あっちからバッカ！ブインブインブイン。まあ結局姫が一番強いってことで、何押してる、そのところでしこってないで早くお猿さんを下ろしてあげなさい。
いや、羊がなんかもうボン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 してるし。いやー、ほんとに。おしゃれさん、ほんとにごめんなさい。ちんちゃん、私のことを心配することにあんなことを。わかってる、姫さん、その、おめえ、ほんと、心寛大すぎない？ねえ、だってさ、2回もさ、お湯につけられてんだぜ。沸騰したお湯に。そうか、お前、おいらとの約束守ってくれて、鬼切るぜ。いいや、いいよ。あそこ、こいつマジでいいやつ。この猿ペットで欲しい。日本語喋れるし。G があなたのためにちょっとしたものを受け取ってください。これはでもね、ちょっと今言っても多分ね、無理だから、とあるちょっと仮面を手に入れてからですね、はい。わしの早合点悪い口じゃ今度っていう今度思い知らされたよ。わたびロボ何もでゆっくりしてくれ。まあ、ゆっくりしたところで何もないんだけどな、ここね。じゃあ、ブルーボーさんよく。あ、そうなん。ありがとう。あなたのしてくれたこと一生忘れずに、でももう気がせない。ごめんね。だってあなたが何でもいいから運んでくれって言うから。お前いろんなものになる不思議なやつだっていい。こうなってもあれなんだもんね、多分ね。喋る。ブルーコースいろいろすまなかったな。これでまたデコネツたちとオイラたちは仲良くやってきそうだよ。でもな、密林は平和になったけど、まだ不吉な予感がするんだ。なんだろうな、この感じ。ほんと、やっぱね、野生の動物の観点では鋭いでやんすからね、ほんとにね。あ、でもこれさ、G があなたのためにって言ってるけど、結局また踊る輪をぶちのめしてからじゃないとダメなのかな？そんな気はするよね。で、こっから一旦沼地に戻りましょう。俺今何回吹いた？これ。何度でも、何度でも、何度でも。ちょちょ、あれ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 。オッケー。で、沼チンコ。まあ、ちょっとした下ネタは許してください。はい。ちょっとした下ネタは許して。なんだ？まあ、なんか敵の音がしたけど、ちょ、チュク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 チュ
弓矢が手に入ったから弓を補充しておってんだけど弓手に入った。あ、いやー、あ、でっかくなっちゃった。いいねいいねいいね。そして一気に溜まった。ありがとう。じゃあもういいかな。で、あそこにいるやつは、あれ、いいえ、あれあれ、あいつも沼地じゃないと生きていけないの。それは知らなんだ。ということで、お邪魔しま馬のチッチーのチーということで、これで、お客さんもし映してもらって、残念、コンテスト終わっちゃったよ。え？終わっちまったのかよ。あ、じゃあこんなクソみたいな写真持ってても仕方がねえべ。さっき悪かったよ、あんたの子、と思ったけど、毒の沼が気になったよ、どうだよ、思った焦り、おぉ、なに、ほうきに乗って、わしを、あなたをぶちのめせばいいんだね。断ったけど、俺、ああ、はいはいはい。はいはいはい。では、あんた、あれでしょ？小竹さんの攻撃じゃないと食らわないからいいでしょ、別に。ほい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 。ちょ、これ何発当てればいいんだっけ？何発当てれば、コウメさんを倒せるんだっけ？よし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 。16発だっけです。おちょちょ、ごめん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 。オッケー。ごめん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 。そういうこともある。あれ30発とかだっけ。結構難易度高かったっけこれ。待って、ちょ。やばい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 。あと一発当てたら多分終わりだ。急に慎重になる、急に慎重になる。感度が良すぎんだよな。20発とかかな。ちょ。あー、やばい。5発当ててしまった。5発当てたらダメな気がする。
こいつほうきうまいな。クリッチ出たらいいのに。あーダメだ。どうだどうだ、28歳未確認すごいじゃないか。じゃあ約束だ、これやると受け取りな。ほら、え、おーありがとう、やった。面白いだろ、またしたかったらいつでもおいで、したかったら行くよ。パー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 、25分か、まだちょっと時間あるね。じゃあもう少しなんかやっていきましょう。とりあえずお金預けに行こう。チャラチャーチャラチャーチャチャ、ペケ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 、あ、そっか、初日の夜あれだね、確か爆弾魔の、爆弾魔じゃねえや、泥棒から助けるイベントみたいな確かあったはずだよね。それができなかったね。じゃあ仕方がないので、これの時間帯はこいついたっけ。ただいま手紙の集配中。あー残念でした、また来てね。うる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 、ちょ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 、じゃあ爆弾でも手に入れとくか。ボム袋がないから無理なのかな。いらっしゃい。結構こいつ年取ってんだ。もう一回り大きいの。ああ帰んじゃん普通に。やった、ありがとうございました。おばあさんとは喋れ、あ喋れ喋れ。ああ残念だね、やっとうちも大きなボム袋が ねえママ、前なんかボムの人もやめてね、襲ってくださいって言ってるもんだよ。来た見かけによらないね、次から僕がいる、行くね。でこいつとさ、サコンさ、マジでさ似たような格好してるからね、ハゲだし細いし。ああなんだおめえさんついてったら、ちょ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 、なあ妖怪な、ルピー預けたるわ。おう見て見て、71ルピー。ああまだまだやな。ほい、ちょ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 、はいどうも、はいおきみおきみ、120ルピー。これで、はい、あのなんとかいろいろ貯めてってください。でこいつ部屋に戻ってったら、こいつのイベントできるのかな。入っていったら秒で多分イベントができるようになってると思うんですよ。お邪魔しまーす。ね、秒でしょ。でトレーニングしてるんですよ。あ、してなかったわ。疲れてた。ぐったりしてたわ。実に困ったの。ポストに手紙がいつも届く。俺と遊ぼうよ。あれこいつとのなんかイベント、あの一番のクソゲーなんだけどさ、どうやったらできるんだったっけ。忘れちゃったな。どうしよっかな、何しよっかな。牧場に行きましょう。あ、ちょっと待って、妖精シャンってどこだっけ。あ、いい天気ですね。ちょっとうつすぎるやろ、喋りかけられやしね。あ、ちょっと待って、あれここじゃないのか、洗濯物のところかな。この姿で、あの、妖精さんを元に戻すと、なんか大妖精のお面とかそういうのもらえないかなと思ってんすけど、どうだろう。よいしょ。じゃっちゃかぱぱぴーぴー、ぽっぽくぽこぺーぺほー、ぽっきぴくぽくいーと、てっきりーてっきり。あ、いた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 。ほい。あー、手に入らないー。逃げるんじゃないよ、お兄さんと仲良くしようよ。ねえ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 、お兄さんと仲良くし。あれあれ、違う違う違う。ほ、オーケー、よいしょ、オッケー。ガン、ガチャ。ほっ、ああ無理だー、これは無理かな。鍵がかかっている。誰だ鍵かけたやつ。これちなみにどうやっていけるんだったっけ。まあ無理だろうな、きっとね。ルルルルルル。これで投函しに行く気かな。ほんで俺今何手に入れたんだっけ。あ、北に行かなきゃいけないんだ。ごめんね、もうなんかさ、一個一個忘れちゃってさ。まあ、少しずつ少しずつ、あの、着実にクリアに向かっていこうと思いますんで、そこは皆さん、あの、長い目で見てお付き合いくださいよ。最後にボンバーズもやっていくか。これは確かだから、ウサギの仮面でも手に入れなきゃいけなかったんだっけ。
っこいい。キータンの仮面は誰だったっけ。とりあえずあれか、カーフェイを捕まえに行くために、あれか、カーフェイにならなきゃいけないのかな。アルマ夫人のところでも行くか。なんかいろいろやらなきゃいけないこと、目白押しだな。あれ、これ大妖精のお面じゃなかったっけ。あれ、大妖精のお面どこで手に入れるんだったっけ。どうなるっけ。さあ、これで。タララ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 ラ。人間に戻れたのですねって言って。こっちみんなし。ちょっと初心者バレバレ、私は。クソの役にも立ち上がらねえ。あれ、じゃああれだ。妖精の仮面ってどこで手に入れるんだ。別に全然疲れてないんだけどね、リンク自体は。俺は超疲れてるけど。どうせならあなたのお胸でパクパクしてください。おーおー、やった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 。死んで取られた髪が置いて見つけると、ああ、やった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 。そうそう、これが欲しかった。私には疲れた体を癒すことしかできないこと以上のことをしてくれたんで、もう許します。はい、大丈夫です。ありがとう。やったー。金のごまだりーっとー。で、こいつと。じゃあ、とりあえずは、間違えたよ、使う。もったいね。今からこれを使ってあいつらを捕まえなきゃいけないのに。うわ、なんだーって。私です。今あったの兄ちゃんボンバーズ。はい、いいよ。はい、お願いします。団員手帳一応ね、捕まえてた方がいいかなと思うので、一つ一つの団員手帳にやってるのがなんかね、細かく書かれてるのが結構面白かったりするので。でい、あれ早いな。どうしたらいい、これ以上いったら捕まっちゃうの。ああ、なんだ、危ねえ危ねえ、行っちまうよね、そりゃね。もうちょっとで、まあ、てか普通シンプルストレートにアウトだよね、今のね。ドゥドゥオッケー、チャルチャルチャン。情けねえリーダーだな。ああ、あそこでアークルとは思わなかったよ。ああ、何、目の前で急に前転し始めるとかっていう。急なアクロバットにびっくりしちゃってか。まあでも君たちの人空走りもなかなかなもんですよ。人空とかさ、ナルトみたいにさ、忍者のさ、手を後ろにさ、ふわーってやる走りある方あるじゃん。あれってどうなんだ。よいしょー。ああ、捕まっちゃう。あそこで会ってるとは思わなかった。そうだよね。急にね、まさかのデクノミをバチューンとされるとは思わなかったのね。あ、お母ちゃんだ。ホーマン母ちゃん。部屋いっぱいなの知ってるよ。あなたたちもまだ悩んでるね。よいしょ。あ、いた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 。壁際に追い込んでゆく。さあ、ラスト、ニッシー。すげえな、こいつら、ほんとに。もう、極限値だもんね、ほんとにね。ちなみに、多分、今、見えてた、オクタロックをぶちのめす、弓のゲームに関しては、多分ね、無理。プロコンの、3D スティックは、あまりにも感度良すぎて、微調整が効かないんですよね。よいしょ。はい。チャラチャチャーオッケーやるな、兄ちゃん、名前なんて言うんだ、ブルーホスか。よっしゃ、オッケーチャラチャチャー、ボンバー、ステチョー、ゲッチューオッケー、よし。定員20名。定員20名。一応忘れるな。秘密の暗号まで教えてくれるんだ。ありがとう。チュチュチュン。チュチュチュン。チュチュチュン。3,2,4,1,5 です。チャ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 。じゃあ最後にアロマ夫人に会ってカーフェイのお面を手に入れることができるのかどうかだけ試して、まあ、時間も35分近づいてきてますからね。こっちか。チャ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 アロマちゃん、あなた金額のことちょっとお願いして、人探しのポップがそうね、そうよね、そうよね、あ、だってあなたポップはこんな子供にあなたを探す人なんてこと、そうそう、分かっていれば捜索を、私もうカーフェよ、知らないの、そうなの、月前に私心配で心配でタブローが喉を使って体重が2キロ、そんなにボリュームがあるのにたった2キロだったらそんな変わらねえだろ、髪の毛切ったら多分2キロ落ちるよ、あ、そうよね、こんなままだから多分逃げたのかと思います。かぶって聞き込みをしてみよう。ちゃんちゃかちゃちゃちゃんちゃんちゃかちゃちゃちゃん
ガチャコン。わあ、なんかエロいお姉さんいるな。どうみんな、こういうの好き？この吹き出物の感じがいいね。いらっしゃい、何かご、よ、お左の部屋が、ちょちょさんのお部屋、なんか、会議っていうのをしてるみたいなんですよ。右の部屋が、応接間兼、アルマ夫人の事務所、アポなしで入ってるおばさんに怒られますよ。アポなしでゴリッと入ったんだけど、大丈夫？ちなみに、この、本来のこの探し物のプロって誰だったんだろうね。いくらだけやってみる？やってみましょうか。パッパカパパパーパーパッパカパパパパパパ。帰りまーす。お金がなかった。これ撃ったらなんか出てくるんだっけ？あ、出てきた、出てきた。これ10ルピーだっけ？ 20 ルピーじゃなかったっけ？ワンプレイ。あれ？どうだったっけ？一回試してみるか。ワンプレイ20ルピーですって言われたらもう帰るざるを得ないんだけどね。ちょちょちょ。腕に自信があるか？やる。おい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 。子供だから負けてくれよ、ベイベー。じゃあ仕方ないですね。よし、じゃあ、一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。またね、次回パートで、まあ、いろんなことをね、やっていきます。サブクエとね、メインストーリーとね、まあ、バランスよく、進めていきたいというふうに思いますので、ぜひ次回パートもお楽しみください。では、またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。